おう、中途採用のおっさんか。俺と目が合った男が声をかけてくる。この男が問題の人物だ。なんてやつだ、と思ったが、案の定この男は俺に向かって、とんでもないことを言ってくる。だったら俺が思い知らせてやるよ。俺の名前は青柳、60歳だ。大学を卒業し、今の会社に入り、同期の山下と切磋琢磨してきた。俺たちは同期の中でも一目置かれる存在になり、どんどん出世してきたのだ。転機が訪れたのは40代半ば。うちはドイツに本社があるのだが、俺か山下、どちらかに本社に行ってほしいと打診された。その時、山下は親の介護があり、日本を離れられないというので、俺がドイツに行くことになった。俺は当時の会長に気に入られ、ドイツ本社でも出世。今はなんと会長として本社にいる。そして山下は日本支社の社長だ。視察や会議などで年に一度くらいは顔を合わせるし、プライベートでもよく連絡を取る。もう40年近い付き合いの親友だ。そして先日、ドイツ本社に空きが出たので、日本支社から一人来られないかという話があった。山下はその話を聞くと、人選に時間がかかるという。誰が適任か考えているらしい。現状を聞くと、仕事面で優秀なのは部長だが、人間的に問題があるので本社に行かせるのはふさわしくないだろうという。若手を行かせるのも考えたいとのこと。俺はちょうど日本支社への視察も考えていたところだ。山下には俺の正体をばらさないようにと言い、日本支社に行くことになった。俺が日本支社に到着すると、ちょうど中途採用の男性が入社したところだったようだ。山下がヘッドハンティングしたらしい。その男性を迎えて、ニコニコしながら社内の案内をしているのは大熊という社員だ。オフィスの入り口で自己紹介をしているのが聞こえてくる。前に日本支社にいい若手がいると噂が聞こえてきたのが、この30代の大熊だ。会うのは初めてだったが、仕事ぶりは確かな人物だ。こうして見ていると、人柄も良さそうだな、と思った。俺はオフィスの外にある自販機コーナーで、周りの様子を観察する。ここは他の会社の人間も使えるので、俺がいても不自然ではない。そこへ、どかどかと足音を立てながら、ある人物がやってきた。かなり遅いぞ!と後ろからついてくる部下らしき人物に声をかけている。すみません。森田部長はコーヒーでいいですよね。慌てて自販機に向かったのは、金井と呼ばれた男。この森田部長というのが、山下が言っていた優秀だが人間性に問題があるという社員だ。俺は少し離れた席で、スマホをいじるふりをしながら様子を伺った。今日から中途採用のおっさんが来るって?と切り出したのは部長の森田。ええ。大熊が対応してますよ。あいつ生意気ですからね。新人の相手でもしててもらうくらいがちょうどいいです。と金井が答える。森田はその言葉に笑った。そうだな。大熊ももうちょっとうまくやればいいのにな。二人の話を聞いていると、どうやら金井は森田の腰巾着。そして大熊のことを嫌っているようだ。まあ、話しぶりからすると、いいように使ってやっているという感じか。人間関係が複雑そうな職場だな。すると金井が、そういえば、社長の視察って今日ですよね。なんで今日なんですかね。と言うと、森田が答えた。中途採用のおっさんが使えるかどうか見に来るんじゃないの。社長が現場にこだわるのはいいんだけど、しょっちゅう視察だとか言って出入りして、こっちは迷惑なんだよな。この森田という男は、なんて危機感がないのだろう。少し離れた席に座っているが、
俺の存在自体は気づいていると思うのだ。それなのに、俺が関係者かもしれない、なんていう考えは少しもないのだろう。まあもし俺のことを部外者だと思っていたとしても、部外者のいる場で内情をペラペラ話すのは問題だが、俺は親友である山下のことを馬鹿にされて腹が立った。でも、ここで俺が何かを言っても仕方がない。しばらくすると、森田と金井は言ってしまった。さて、これからどうしようかと思っていると、今度は大熊がやってきたのだ。俺が椅子に座っているのを見ると、大熊はこちらに向かって、お疲れ様です、と会釈をしてから座った。一瞬、正体がバレたのかと思ったが、それっきり大熊は話しかけてこなかった。多分大熊は、どこのオフィスの人間だろうと、こういう態度を取るのだろう。その時、俺はドイツ本社から着信があり、ドイツ語で電話に出た。無事に日本に着いたかという確認の電話だったので、手短に返事をして電話を切る。すると大熊と目が合った。ドイツ語ですか？うちの本社もドイツにあるんですよ、と話しかけてくる。俺は慌てて、そうなんですか。ドイツもいいところですよ、と当たり障りなく答える。大熊は、僕もいつか本社に行ってみたいんですけどね。上司とうまくいっていないので、なかなかチャンスが来なくて、と寂しげに笑った。俺はあまり話していると正体がバレるかもと、頑張ってください、と言ってその場を離れる。俺はしばらく外で時間を潰した。そろそろ山下が視察に来る時間だ。俺はオフィスに向かい、山下を待つことにしたのだが、入り口で森田と目が合った。おう、中途採用のおっさんか、と声をかけてくる。隣には金井がいて、どこ行ってたんですか？今日は社長の視察があるって聞いてません？と言ってきた。どうやらこの二人は、俺を中途採用の社員だと勘違いしているようだ。先ほど自販機の前で会ったのに、俺のことなんて見ていなかったらしい。森田は俺が口を開く隙を与えずに笑う。まあでも、あんたみたいなおっさんがいてもな、うちの会社に役立つとは思えないし、社長に対して粗相があっても困る。社長の視察は優秀な社員だけが参加な。すると金井も森田を見てから笑い出す。それもそうですね。金井は完全なイエスマンなのだ。二人に笑われて俺が戸惑っていると、森田が口を開いた。意味がわからないか？無能はさっさと出てけと言ってるんだ。金井も続いて、ああ、もう帰っていいですよ。っていうか、社長が視察に来る前に帰ってください。と言う。俺はあっけに取られた。こんなことを言う社員がいるのか。でも、ここで俺が何かを言うべきではない。後の対応は山下に任せよう。俺は、じゃあ帰ります。と言って背を向けた。オフィスを出ると、中途採用の男性と一緒にいる大熊とすれ違った。彼らもオフィスに戻ってきたようだ。そろそろ部長も戻ってると思うので紹介しますね、と言っているのが聞こえてくる。大熊とは目が合ったので、なんとなくお互い会釈をした。この後森田が、俺が誰なのか知った時にどんな顔をするのかと想像すると少し笑えてくる。俺はそのまま空港に向かった。実はさっきの電話で急ぎの仕事が入ったのだ。ここでの用事はもう済んだし、すぐにドイツに戻ろう。空港に向かう途中で山下から電話が来たのだが、山下は焦りながらも丁寧な口調で、青柳会長、申し訳ございません、と言ってくる。周りに人がいるときは山下はいつもそうなのだ。
謝ってくるということはトラブルがあったことを聞いたのだろう。山下は続けて俺に、誰が何と言ったのか俺からも教えてほしいと状況を聞いてきた。俺が事情を説明してやると、そうですか。やはり森田でしたか。と山下が繰り返す。すると後ろで、違います。私はただ勘違いをしていて。とわめく声が聞こえてきた。おそらく山下の隣では森田が青ざめているのだろう。大変申し訳ございません。森田の処分を大至急検討します。もうこちらにお戻りいただくのは難しいでしょうか。と山下が言ってきたので、俺は緊急の用事が入りまして、これからドイツに帰るんです。山下社長、また後日連絡しますね。と言って電話を切った。ドイツに戻って俺は山下と連絡を取る。山下は、さすがに森田は降格させたよ。とため息をついた。山下は話し出す。俺が出た後、山下がオフィスに着くと、入り口で森田と金井、大熊が揉めていたそうだ。そいつが中途採用？と首をかしげる森田。じゃあさっきのは一体？と金井も首をかしげたそうだ。大熊は俺とすれ違ったので、ここにいたのが俺じゃないかと思ったらしい。ドイツ語を話していましたし、もしかしてドイツ本社の方では？という大熊の言葉を森田は完全否定。そんなわけないだろう。今日の視察は社長だぞ。ああ、お前も出て行っていいぞ。優秀な社員だけが参加すればいいから。と言ったところに山下が入っていったそうだ。森田は金井につつかれて口を閉じる。そして、社長、お待ちしてました。と笑顔で迎えたが、山下は三人が揉めているので話を聞いた。状況を理解した山下が、それは本社から来た青柳会長だな。と言った瞬間、森田と金井が顔面蒼白になったらしい。本社の会長が、なぜここに？とうろたえる森田。金井も隣で冷や汗をかく。今日は訳があって、本社の青柳会長もここに視察に来る予定だったんだ。山下の言葉に森田は、大熊が勘違いして返してしまって。なあ、金井。と言い、金井も同意した。しかし、大熊が事実と違うと言い、口論に発展。そこですぐに山下は俺に電話をしてきたのだ。俺は山下に自販機の前で森田と金井が話していたことも報告した。山下は、昔は二人とも優秀だったんだけどな。役職がついて調子に乗ったのか、今じゃ見る影もないよ。とため息をつく。じゃあこっちに来る人物はどうする？と俺が言うと、山下は意を決したように言った。大熊でどうだろう。確かに若手ではあるが、彼なら信用できそうだ。山下がそう言うのなら、喜んで受け入れよう。数日後、俺がドイツ本社にいると、電話を取った従業員が首をかしげている。不思議に思い電話を変わると、聞こえてきたのは日本語だ。しかもこの声、森田じゃないか。どうしました？と俺が言うと、森田は、あんた日本語ができるのか。それなら話が早い。俺は日本支社の人間だが、なぜか俺の部下が本社に行く話になった。俺は部長なのになぜ本社に行けないのか、担当に理由を聞きたくて電話をしたんだ。と言ってくる。俺が話を聞くと言うと、森田は強い口調で、あんたのところの会長が俺を騙したんだ。そんなことしなければ俺は本社に行けた。だから本社に行くのは部下じゃなくて俺にしてほしい。と言ってきた。森田は俺だと気づかずに話しているようだ。俺は、あなたのお気持ちはわかりました。ですが、
あなたは本社にはふさわしくないと判断したまでです。と言うと、森田は激怒。はあ？あんたに何がわかるんだよ。俺は部下にも慕われているし、人望もある。部長に出世したのも早いんだぞ。俺はため息をついた。では、本社に来たいという理由を述べてください。そう言うと、森田は言葉に詰まる。俺は続けて、本社は給料がいいとか、箔がつくとか、そんな浅はかな理由じゃ困りますけど。と言うと、森田は、それは、と口ごもる。俺ははっきりと言った。部下をいいようにだけ使う上司や、社長の視察を面倒だなんていう人間は、本社に来る資格はありません。すると森田は、え？とつぶやく。少なくとも私が見た限り、あなたが部下から慕われている様子は確認できませんでした。あなたが部下や社長を見下していることは十分に伝わりましたがね。と言うと、森田は声を震わせる。あの、もしかして。俺はその言葉を無視して続けた。それにあなた、山下社長からすでに降格処分を言い渡されていますよね。そのような人間をわざわざ本社に呼ぶメリットがあれば教えてもらいたいくらいです。森田は慌てた口調で、あの、あなたは、というので、俺はそろそろいいかと正体を明かす。ええ、私は会長の青柳です。この間はお世話になりました。その瞬間、森田は、違うんですよ。この間はただの勘違いで、決して会長に行ったわけでは、と言い訳を始めた。きっと電話の向こうでは青ざめているだろう。会長だと分かっていれば、もちろんちゃんと対応させてもらいましたよ。意表をつかれて驚いただけです。と言い訳を並べてくる。俺はその言葉を遮った。あなたの言い訳は聞きたくありません。分かっていれば対応した。そんなことは当たり前でしょう。俺の強い口調に、森田は、ひっと声を上げる。俺はため息をつきながら、森田の行動について話した。それに私は、自販機の前での会話もすべて聞いています。あなたの人間性は、あの数時間で把握しました。尊敬できる上司でもなければ、仕事ができる人間でもない、私はそう判断したんです。今回、本社へ来るという話がいかなかったのは、当然でしょう。そう言うと、森田は引きつった声で、そうですか。失礼しました。と言う。これ以上言ったら、本社へ行けるどころか、日本での立場も危ういと察したようだ。俺は念のため、この電話の内容も山下社長には報告させてもらいますね。と言う。森田は、そんな、大丈夫です。そんな報告いりません。とよくわからない言葉を口走る。まあ、報告するなということだろうけども。俺は森田に言った。あなたは山下社長のことを面倒だとか思っているようですが、あの人ほど社長にふさわしい人間はいない。私と山下は同期で、偶然私がドイツに来ることになったが、山下は非常に優秀だ。あなたみたいに人によって態度を変えない。上司にも部下にも同じように接していた。私も山下を見習ってそうしていたんだ。すると森田は、いえ、それは私だってそうですよ。と言い出したので、俺は強く言った。いい加減、言い訳はやめなさい。あなたの部下の大隈さんは、あなたにないものを持っています。彼ならこちらに来ても、いい結果を出してくれるでしょう。あなたは部長から降格し、平社員としてもう一度やり直してください。せいぜい、
クビにならないように頑張ってくださいね。そう言うと、森田はムッとした声で、なんで大熊なんだ、と言う。俺は笑って、一番優秀で将来性のある方に声をかけただけです、と言うと、森田は言葉に詰まったのか、無言で電話を切る。さすがに本社まで電話をかけてくるとは思わなかった。その根性は見上げたものだが、大切なのはそんな根性の話ではない。その後、山下からの報告によると、森田は平社員に降格し、肩身の狭い思いをしているとのこと。森田の腰巾着だった金井は、減給処分になり、その原因は森田だと、森田を恨んでいるそうだ。あんなに森田の腰巾着をしていたのに、今では手のひらを返したらしい。よく二人は喧嘩をしているという。あの中途採用の男性が二人の上司になり、日々厳しく指導しているそうで、日本支社の業績は上がった。しかし、森田と金井はかなり居づらかったようで、退職願いを出してきたという。本社にまで電話してきた根性を、日本支社で発揮してほしかったが、それも期待外れだったようだ。まあ、優秀な社員だけ残ってくれれば問題ない。クビになる前に自主退職するのならばそれでいい。俺は本社に来た大熊に挨拶をすると、大熊は本社に来れたことに感動していた。そして本社でも力を発揮してくれて、他の従業員にもいい刺激になっている。俺はこれからも山下がいる日本支社とも連携を取り、会社の発展に力を注ぎたいと思っている。